当道場は他流試合を奨励している。話は私と立ち会ってからにせぬか。よう申した。見事この島田虎之助を破ってみよう。すべからく剣を学ばんとほするのはまず心より学べ。見極めさせてもらおう。私は引きませんとは。良い汗をかいたな。今はこの大石種継ぐに勝ったことを喜んでおけ。だが二度目はないぞ。俺は小谷殿に敗れるまで数十年無敗だったのだ。そしてあのじいさんにもお前にも最後は必ず勝ち越してやる。なんだと？後で吠え面かくなよ。大谷先生は誰とでも立ち会われるが、お主のような腕利きならなおさら喜ばれよう。先生はこの近くの川岸で修行をされている。会ってくるといい。